都市。都市、都市とは、商業、流通などの発達の結果、限られた地域に人口が集中している領域である。都市についての国際的に統一された定義はない。都市は、機能的には、居住地域、工業地域、商業地域からなる。中心部には、官画や、事務所、商業施設が集中する地域。例えば都心、中央業務地区、CBD。 セントラルビジネスディストリクトがあり、その周辺に都心住宅地、インナーシティや工業地域が、さらに外縁に郊外が形成される。ドーナツ型に同心円を描いたり、都市から放射状に広がる鉄道路線や自動車道の上に衛星都市として点在したり、その周縁の広がり方は地形的な制約や交通の整備状況などにも依存する。また、 その都市に流れ込んでいる人口、経済的な商品、人の移動などその要件によって、同心園の形は、アメーバの運動のように多様に変化し、一定した終焉というものはない。都市の形成は人類の有志と共にあり、宗教施設や行政施設などを中心に構成された。また、公安や宿場町といった流通拠点もまた、流通業や、 その関連業の集中により都市を形成していく。現在の日本では役所、役場が所在する市街地の人口が多く、第一次産業労働者の比率が低い自治体が主となることができ、都市と形容される。複数の市街地の連単、コナーベーションが起き、自治体の枠を超えてそれが広がるにつれ、全体として都市や都市圏と呼ばれる。 都市の類議語として、都会や都などがある。都市と呼んだ場合には、規模の大小を問わないのに対して、都会、都というと、田舎、ひなの大義語で、規模が比較的大きな都市を指す場合が多い。都市には、ライフライン、食料の供給と、水、電力、通信などの手段が、都市における住民の生活を維持し、その他の都市とのつながりを確保する手段として、 必要とされる。都市には、電力供給の手段と、上下水道の設備、道路、鉄道駅や港、空港などのインフラストラクチャーも、その人口に応じて、必要とされる。また、汚水やゴミの処理などの上脈物流も必須である。さらに、大量消費の時代に入ってからは、ゴミ、廃棄物の問題が、顕在化して、大都市においても深刻な問題となっている。 19世紀以降、都市の限られた空間を効率よく使うために、高層ビルや地下、近年では大震度地下が利用されるようになった。都市の発展により、都市の周辺の農村部においても、農地の宅地下や工場、商業施設などの進出など、都市としての性格を持つようになる。この現象を都市化という。このうち、無計画な都市化をスプロール現象という。 人口で都市の規模を測ろうにも、先進国の大都市では、食獣分離が進んでいる場合が多く、中心自治体の範囲と都市機能に主に携わる人々の居住地の範囲が必ずしも一致していないことが多い。例、千代田区の夜間人口は約四万四千人なのに対し、昼間人口は約八十五万人。そのため、都市の規模を表すために、自治体の人口、 人口集中地区、DID の人口、都市圏の人口など、各種の人口指標が存在する。また、経済に関する、統計値や、経済力が端的に現れると見られる、中心業務地区、CBD や、都心の大きさをもって、都市の規模と見る向きもある。大都市といった場合には、名目、人口と面積ではなく、実質、 中心市街地の機能や密度が過度に集中している都市であり、一般に過密都市と呼ばれる都市を指す。一個の媒体、城、港などから橋を発して、それが巨大化したのが特徴的である。また、商業、交通、娯楽など全面において充実度が高い。日本の総務省は大阪市など政令指定都市を指して大都市と称することがあるが、 これに特別区である東京の23区を加える場合もある。都市圏人口で1000万人を超える巨大都市をメガシティという。国際連合の統計によると2009年現在世界中に21の人口1000万人を超えるメガシティが存在しているとしている。世界最大のメガシティは人口3500万人を超える東京圏である。世界都市は 主に経済的、政治的、文化的な活動において、グローバルな観点による重要性や影響力の高い都市のことである。グローバル都市とも言う。歴史、地理学者は、文献や遺跡の面積、それぞれの時代の生産性から、都市人口を推定している。古代、中世の人口統計は残っている方が稀であり、その信頼性も低い。 以下1850年頃までに100万人以上の都市域人口を有していたと推定されている都市に関し、二人の学者のピーク時推定人口を列挙する。資料が乏しい場合の推定人口の誤差は大きく、しばしば桁すら変わってしまう。より詳しい推定値については、歴史上の推定都市人口を参照。アジアには伝統的に大都市が多い。これは、 ベースとしての地域人口が多いからであり、一体で主食とされている米は、小麦と比較して農地あたりの生産性に優れているため、人口が増加しても一定の食料を賄えるためである。すなわち、単位面積あたりの収量が多い稲作が、アジアの都市の大人口を支えてきた。干書によると、期限2年の人口調査で、 長安には8万800個24万6200人の人口がいたとされており、戸籍に残らなかった人口を含めて40万人程度の人口を抱えていたと推定されている。以降、中国では、東大の長安、北宋、近代の海風、南宋現代の杭州、仙洞、秋代の南京、現代以降の北京などが人口100万人を超える大都市であったと推定されている。 日本においても平城系や平安系、平泉、鎌倉などが10万人以上の人口を有していたと推定されている。中世末期、日本においては近世とも呼ばれる頃には江戸が人口100万人を超え、当時の世界においては北京やイスタンブール、当時はコンスタンティノープルと並ぶ最大規模の都市であった。近代以降、アジアにおける 人口爆発は大都市の急成長を促すことになる。明治維新以後東京市は成長を続けて20世紀初頭には数百万人規模の都市になっていた。なお、当時は大阪も東京に匹敵する規模を持っており、関東大震災後には一時的に大阪は東京を上回るただしになった。第二次世界大戦の戦災で人口が減った東京は、戦後復興の中で、 再び成長した。現在では、東京は、都市として見た場合には、約800万人の規模であるが、都市圏として見た場合には、神奈川、千葉、埼玉、茨城に、住宅地が広がり、3、400万人とも言われる人口を抱える規模になっている。また、大阪市も京都市、神戸市と複数の核を合わせると都市圏、人口1700万人の規模であり、続いて、名古屋、 福岡、札幌が都市圏、人口200万人以上の大都市圏となっている。20世紀後半には工業化の進んだ国だけではなく、途上国でも都市人口が急増した。より良い雇用や教育の機会を求めて、地方から過密都市に多量の人口が流入したためである。中華人民共和国、インド、パキスタンなどの大人口国家においては、 名目で1000万人を超える巨大都市をはじめとして大都市が首都以外にいくつも生まれている。都市部への一極集中などによって大都市が過密化してくると地方、国内の拠点だけでなく海外との交流拠点も担うグローバル化が進行するため地価は高騰し中心部はより高次な開発が求められるようになる。その結果中心部に 北米の大都市を思わせるような超高層ビルが立ち並ぶ大都市がいくつも見られるようになってきた。経済成長が顕著な中華人民共和国や東南アジア、インド、中東、工術についてはこのタイプの都市が多く、近年は内陸部の拠点都市でもそのような都市形成が行われている。住宅開発も市街地拡大に沿って行われていき、主に自動車道に沿って 中層階級のための団地が延々と建設されて、いくが、一方で肥大化する都市形成に、インフラや交通基盤の整備などが追いつか、道路渋滞や通勤ラッシュが慢性化しているほか、その外れには、都心や団地に住めない貧困層が、不法にスラムを形成している例が多い。古代ヨーロッパにおいて、ローマが200万人とも推定される巨大都市へと成長した後は、 商業の衰退や消園化、相次ぐ、移民族の侵入や内乱による都市の破壊が進み、ヨーロッパの都市は軒並み衰退した。中世の都市人口は、最大でも40万から60万人規模、あとウマイア朝の首都コルドバや、東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスなど、いずれもイスラム圏や東方正教会の影響圏、であった。特に、 西ヨーロッパでは10万人規模を超えた例は稀であった。100年、戦争9000期のパリが推定28万人、最盛期のベネツヤが推定11万人。大航海時代到来後、ヨーロッパ各所に10万人規模を超える都市が出現する。産業革命後、工業の集積で、ロンドンが巨大化。数百万人規模の都市となり、19世紀中央において、 世界最大の都市となった。その後、各地で工業化が進むにつれ、人口100万人を超える大都市が複数生まれた。現代では、ヨーロッパの人口停滞を背景に、都市の急成長は見られなくなった。主に、各国の首都が大都市となっている他には、大都市は少ない。首都以外での大都市の例としては、バルセロナ、バーミンガム、ミラノ、ハンブルク、ミュンヘンなど、 国民国家誕生以前の地方国家の首都だった都市や産業革命で高工業都市となった都市がある。また、中心市街地が歴史的価値を持っている都市が多いため、都市開発に制限が設けられている市街地自体が世界遺産に登録されている都市も多い。そのため、アジアや北アメリカのように摩天皇が林立する大都市は成立しがたい。 第二次世界大戦の空襲で完全に破壊されたドイツの金融都市フランクフルトや中心市街地付近の廃墟をビル街として再開発したロンドン、ドックランズやベルリン、ポツダム広場、ヨーロッパの玄関口に位置するロッテルダムなどは例外である。現代の始まり以来、機能的でフレンドリーな方法で都市を創造する努力がなされてきました。 典型的な例は16世紀に設立されたポーランドのザモシチ市である。ザモシチはルブリン市から約8 0トルの高地に建設された。当時通りや建物の特別なレイアウトのおかげで完璧な都市であった。アフリカでは紀元前からエジプトにおいて都市が発達している。特にヘリオポリス近隣は都市が少しずつ場所を変えて成長し、スタート。 カイロへと発展する。学者によっては、プトレマイオス朝時代のアレキサンドリアは100万人を超える人口を抱えていたと推定している。また、フェニキア人が植民都市としたカルタゴも前世紀には50万人規模の人口があったと推定されており、ローマ時代も北アフリカの重要な都市として栄えていた。7世紀以降、イスラム教の伝播により、 各地にサイレーと交易の拠点が築かれ、アフリカ北部で都市が発達した。サハラ砂漠を越えるキャラバンなど、交易の網は広がり、次第にサハラ以南においても都市が発達した。大航海時代以降、ヨーロッパ諸国による奴隷貿易や商品貿易の拠点として、西アフリカのギニア湾沿岸に港湾都市が建設された。以降、 植民地の統括中心地として各地に都市が作られた。第二次世界大戦後、アフリカの都市を経て独立した国々が、自らの都市として整備を開始したが、間もなく各地で内戦が勃発。長引く戦乱により、経済活動が停滞して、発展を阻害されている。一方、各国の首都などには、地方から基金や内戦を逃れたり、教育や、 雇用の機会を求めて人口が流入し、無秩序な拡大の一途をたどっている。収容しきれない人口は、都市周辺にスラムを形成している。中東は人類が初めて都市を作った場所の一つであり、初めて戦争を行った場所の一つである、モーカルを参照。以来、多くの王国や帝国が生まれ、東西交易の拠点として、商業都市が繁栄していた。ウルウルク バビロン、スーサ、ニネベ、ダマスカス、エルサレム、ペルセポリス、セレウキアと対岸のクテシフォンなどがその典型である。その多くは川の流れの変化や政治的拠点の喪失などにより衰退した。イスラム教の拡大により11世紀頃には世界でも最先端の技術と文化が生み出される繁栄の拠点となった。百万都市バグダード、イスラム教の聖地メッカ、バスラ。 アデン、イスファハン、またはヨーロッパ側のイスタンブール、アフリカ側のカイロなどもイスラム文化の中心地として繁栄した。大航海時代以降、陸上貿易が衰えて商業拠点としての優位性を失った都市は次第に発展が頭打ちとなり、19世紀にはヨーロッパの都市発展を前に相対的な没落を経験する。その一方で、 ベイルートが欧米との玄関口となる港湾都市として発達。1975年のレバノン内戦勃発まで中東で重要な経済、貿易拠点となった。第二次世界大戦以降、特に石油危機の後はオイルマネーの流入により経済的に躍進を遂げ、アラビア湾岸には莫大な資金で維持される豊かな都市が現れた。 これらの都市の冬ぶりに人口が集中して砂漠の中に大都市が存在している。アングロアメリカではミシシッピ文化の時代に各地で大規模な採祀センターが築かれ、カホキアは最盛期に人口が1万人に達したと考えられている。しかしヨーロッパ人と接触した頃にはすでに人々の分散が進んでいた。17世紀頃から 西欧諸国による植民地化が始まると大西洋岸に新たな都市が誕生していった。当初大西洋岸に限られていた都市は19世紀後半には中西部から太平洋岸にまで存在するようにり、その中のいくつかは20世紀初頭に大都市となった。アングロアメリカの都市は世界に先駆けてモータリゼーションを経験したことから、 自動車保有を前提にした都市計画が実施されるとともに、連邦制国家であるために、各地で生み出された富や技術がさほど中央に伝播せずに蓄積し、商業、工業などの産業を成熟させたため拠点都市がいくつも形成されることになった。また、さほど自治体やカウンティの合併も行われていない。このため、中心となる都市の人口だけを見て、 他国の都市と比較することはほとんど意味をなさず、都市地理学などでは、都市圏のレベルで、都市規模を分析することが多い。分析の指標としては、都市圏で分析した、MSA、メトロポリタンスタティスティックエリア、広域都市圏で分析した、草、コミューバインドスタテ,ティスティックエリアなどがある。以下の数値は草及び、MSA、2010年での例示である。主たる例示として、 サンフランシスコ市が挙げられる。サンフランシスコの人口は81万人であるが、東岸のオークランドを含めた MSA では468万、サンノゼなどの近郊都市も含めた、サンフランシスコ都市圏の草は875万人にも、上る。また、ワシントン DC、地域68万人、MSA613 万人、ボルティモアを含めた、草で967万人、 ボストン、地域62万人、MSA で455万人、プロビデンスなどを含めた、草で818万人、アトランタ、地域42万人、MSA で579万人、草で645万人、シアトル、地域61万人、MSA で380万人、草で468万人、マイアミ、地域40万人、MSA で607万人、 草で672万人などが代表的である。他にはミネアポリス及びセントポールのツインシティ、双子都市、地域、ミアポリス41万人、セントポール30万人、MSA で355万人、草で389万人、デンバー、地域69万人、MSA で285万人、草で347万人などがある。アメリカ以外では、 カナダのトロント、都市圏550万人などが代表であり、高層建造物が林立する大規模な CBD、業務中数地区が見られ、地域中心都市、あるいはグローバル都市として、顕著な拠点性を持つ。デトロイト、地域71万人、草で532万人、ボルティモア、地域62万人、草は、ワシントン DC を含め967万人、 クリーブランド、地域38万人、草は、アクロなどを含め348万人、セントルイス、地域31万人、草で291万人、ピッツバーグ、地域30万人、草で264万人、シンシナティ、地域30万人、草で222万人、リッチモンド、地域22万人、MSA で128万人、草産出なし。 バーミングハム、地域21万人、草で136万人などのような歴史の古い拠点、産業都市は、中心市街地の空洞化、インナーシティのスラム化、再開発に伴う建物の工事化、地下高等などによって住民が郊外に移住したことにより、都市圏が拡大された例もある。他に、ハートフォード、ソルトレークシティ、デートン、グランドラピッツなどは、 地域人口は20万人未満だが、MSA でも100万人を超えている。極端な例では、オールバニ、地域9.8万人、草で117万人、グリーンビル、地域5.8万人、草で136万人、ハリスバーグ、地域5.0万人、草で122万人なども存在する。反面、年以降になって、 急速に発展した西海岸やサンベルトなどの都市は人口増加のため広域合併などによって地域を拡大したため地域人口に反して MSA や草が比較的少数であるケースもられる。フロリダ州のジャクソンビル市は都市人口は約82万人で州内で一番多いが広域合併によって地域を拡大したために 草で測ると160万人に過ぎず、地域人口24万人のオーランドの草、320万人、より小規模である。他の例では、エルパソ、オースティン、サンアントニオ、サンディエゴサンロゼ、シャーロット、フェニックス、ポートランド、ナッシュビル、スーソン、アルバカーキ、フレズノなどの例が挙げられる。また、西海岸、 サンベルト諸都市以外ではインディアナポリスやコロンバスなどの例があるが、これらの都市は社会的な人口増加が顕著であり、古くからの大都市圏を接見するようになってきている。一方で MSA や草だけで確実に都市規模を算出できるわけではない。一つ目の問題はカリフォルニアやテキサス、 フロリダなどの流入人口増加が顕著な地域において CBD も形成されないような衛生都市、回廊都市に対し人口の値が大都市並みに算出されることがある。このような例としてはカリフォルニア州、サンバーナーディーの及びリバーサイド、ロサンゼルストーブに位置する内陸都市、MSA では周辺の都市を含め440万人、全米13位の規模に上るが、 CBD がほとんど形成されていない、人口10万人ほどの小規模、MSA 程度。なお、草では、ロサンゼルス広域大都市圏に含む、テキサス州マッカレン、メキシコ湾岸の都市。メキシコ国境にあり、主要道が通っているため、人口流入が著しく MSA 換算では80万人強に、上が、ロードサイドしか発展していない、フロリダ州タンパー近郊のケープコーラル。 MSA66 万人強などが挙げられる。これらの都市は、ブーンバーブと呼ばれているものが多い。もう一つの問題は、MSA 及び草は、あくまで拠点、中心都市をベースにした、統計上の算出のため、大都市の衛星、近郊都市、特に中心地にまたがった多州の都市などにおける、都市規模を測れないとである。このような例では、 ニューヨーク大都市圏近郊の衛星都市、ニューアーク、ジャージーシティやロサンゼルス近郊の衛星都市、アナハイムなどがある。ラテンアメリカでは古来より最例の中心地としてメキシコ及びグアテマラやアンデスとしてテオティワカンやテノチキトラン、クスコなどの都市が栄えた。大航海時代にスペインとポルトガルが侵略したため、これらの都市は破壊され、跡地はメキシコシティなど、 キリスト教を中心とする植民都市となった。また、大西洋沿岸部に、ヨーロッパとの金やエメラルドの交易窓口として、カリブ海沿岸やブラジル、アルゼンチンなどに、港湾都市、カルタヘナ、ブエノスアイレス、リオデジャネイロ、デシフェなどが建設され、19世紀後半から20世紀前半にかけて、農作物の集産地と欧州への輸出拠点として、これらの都市は繁栄した。 太平洋沿岸に築かれたリマなどの都市からはパナマ地境を経てヨーロッパへ金や銀が運ばれた。20世紀後半も工業化により都市の成長は続きサンパウロ、メキシコシティ、ブエノスアイレスなどの1000万人規模の都市が複数ある。また2億人近くの人口を抱えるブラジルではクリチバやレシフェなど各州の中心都市も近代化が進んでいる。 その一方で、アジアやアフリカと同様に、これらの都市も人口流入とスラムの形成が深刻である。また、ラテンアメリカの大都市は、植民地時代の名残の残る歴史的な旧市街と富裕層が集まる近代的な新市街に分かれている場合が多く、階級社会を象徴している。オセアニアでは19世紀あたりから、 アングロサクソン人の支配が始まり、それに従って各地に拠点となる都市が開発された。だが、大陸の大半を占める内陸部は居住に適さない砂漠であるため、人口はわずか2000万人に過ぎず、そのうちの多くがシドニー、メルボルンなどの拠点都市に居住している。また、一般に知られるシドニーやメルボルンの人口規模はいわば都市圏での換算であり、 シドニー市の地域人口はわずか5万人に過ぎない。ブリスベンは地域を合併したために、唯一都市圏人口と合致する。一方、オーストラリアを除けば、5大規模な都市を形成しているのは、ニュージーランドのオークランドぐらいで、太平洋上の島初国は観光業主体や産業が不毛である上、平地が少なく都市形成には不適であるために、大都市の形成は行われていない。 複数の機能を集積することは都市の本質的な特徴であり、一つの都市は複数の分類に属することが多い。例えば、京都市は国際都市であり、観光都市であり、学術都市でもある。国家の中央政府、国会、最高裁判所、中央省庁や地方政府、同政府、州政府、県庁などの広域自治体が置かれている都市、特に 国家の中央政府が置かれている都市を首都と言い、州政府の置かれている都市を、州と同政府の置かれている都市を同ととも言う。中央政府や地方政府から政策などに関する発表、日本国政府においては内閣官房が発表するか行われるので、自然と放送局や新聞社などの報道機関が立地市情報の発信地ともなる。さらに、官が、 行政庁への届け出などのために企業が立ち並び、いつしか経済の中枢となる都市も少なくない。東京特別区やソウルなど。こうなった後の首都を持つ国の一部は政治の中枢と経済の中枢を分離するため、先頭、首都機能移転によって新たな都市が誕生する例もある。ブラジリアやキャンベラなど。しかし、先頭には多くの問題、経済的問題や、 世論の反発などをはらむため、計画が破綻する例もある。日本では、首都機能移転計画が、宙に浮いたままであり、大韓民国においても、首都移転計画を憲法裁判所が却下した、など。その地方における、中枢機関、特に、同政府。日本の場合にはその地方を総括する、国の出先機関、が置かれている都市、人口の多少にかかわらず、 その地方の中央部に置かれる場合が多い。州都に見られるタイプである。括弧内はその都市が中心になっている地方。古くから交易が活発な都市。古くから大口の物資の運搬方法が船であることから、大河の辺や潮流の穏やかな海に面した場所が多い。商業都市の近くに観光地ができやすい。特定の工業が集積した都市。 都市の経済が第二次産業で成り立つ。古くからある工業都市は原料や完成品の運搬のために港湾設備を備えたところが多い。最近は工業生産品が PC パーツのように小型である場合には空港があればリンク都市としても産業振興が図れるという新たなケースもある。なお、産業の裾野が広い企業、自動車産業など その本社や主力工場が立地する都市は、その企業に関連する下請けのための工場も、臨立するため、俗に、企業城下町と呼ばれる。経済が第一次産業、農業、水産業、林業で成り立つ都市、自然環境に恵まれた場所に位置する。天候不順の時には、経済的打撃を激しく受ける。また、その一帯には、集産地が形成され、 主に加工、製粉などを目的とした都市が発展しやすい。また、前橋市、八王子市、厚木市、岡谷市など、かつては農作物集産地として機能し、現在はその要素が廃れているケースも多い。基地や兵団などの軍事機関が立地している都市、陸軍、空軍主体の場合は広大な平地に、海軍主体の場合は、 軍艦の停泊に適した港湾に面して位置することが多い。研究都市、学術都市や学術研究都市、学研都市は大学をはじめとした高等教育機関や研究所が集まる都市、ハイテクパークなど、大学の新設や移転とともに付属する研究所が林立し、さらに発展して先端産業の工場が立地することもある。海外では、 名門大学が本拠を置く、大学都市、大学長、または大学外が存在する。この他に、学園都市、研究学園都市、文教都市といった都市がある。地下資源を産出するか、産出地に生産要素、労働力、資材、機械、技術などを供給する都市。資源を運搬する鉄道、船舶や労働者、資源を利用する重工業が集まる。 産出量が落ちて衰えるなどの問題を抱えることが多い。観光地を持つ都市。都市の経済が観光業で成り立つため、特に自然が関わるレジャー。夏の海水浴や冬のスキーなどでは天候不順などによる経済的な激が大きい。などのタイプがある。必然的に一時期に客が集中する現象が起こる。保養地のある都市。温泉や 高原の保養施設が多く立地する都市や、避暑地、避観地がここに属する。観光都市に含まれることもある。海底都市とは、海底に建設される都市。現在ではまだ構想の段階で実用化には至っていない。自由都市、帝国自由都市、新生ローマ帝国内、双子都市、中核都市、衛生都市、自治都市、内陸都市など。 都市問題としての課題に次のようなものがある。それぞれの地域は、それぞれに固有の在来の生物群集を持っているが、人は自分の周辺に、それらとやや異なった生物群を引き連れることが多い。例えば積極的に育成するものに、家畜や作物があり、それらを育成するために作る環境にはまた多数の生物が付随して出現する。 そのためそこには外来種が多く出現する。さらにそこから家の実が集中する都市においては、作物や家畜に関わる部分が少なくなった分だけ、さらに自然な生物群衆の成立する環境とかけ離れた条件となっている。従ってそこに生活する生物は多くない。しかしながら全く存在しないわけではなく、それなりに独自の生物群衆が存在する。 このような観点から、都市を一つの自然環境とみなした場合、都市生態系ということもある。これは一つには、そのような環境にも耐えられる生物が残ることで、成立する。踏まれても枯れない大箱や、アスファルトのひび割れからでも花を咲かせるスミレなどは、都市の道端にも出現する。また、公園などの形で残された緑地には、それなりに様々な生物が住んでいる。 逆に、人間の作り出した環境条件が公的であるために増えるものもある。例えば人の住居は往々にして乾燥した垂直の壁やひさし的構造を提供し、ツバメは現在ではほとんど人間の作った構造で、ソウル。青木淳一が都市でササラダニを採集したところ、コンクリートの上に生える苔から鎮種が発見された。これは後に海岸近くの岩の上などに生息する。 ものであることが分かったという。他に保温性が高いためにより、団地の生物が都市で繁殖する例もある。ゴキブリなどもこの例であろう。特定の都市を指し、設備ごとして、と、のと、形のように命名していることがある。歴史上の、とと、同意義ではない。古くは、国府や守護大名の所在都市に、府、用をつけた名称もあった。甲府や法府など、 現在の都市名に引き継がれているものや、町おこし、地域ブランド作りのために、地域の歴史や産業地んで名付けられたものもある。西条地下水が豊富で、内抜きと呼ばれる自噴意が多数存在、大垣、水とタクシー、デリカ水と当初在帰境名にも使用。また、海外の都市を漢字で翻訳する場合、都市名の音の頭文字を漢字に置き換えて、それに、と、ふ、 港をつけることがある。ただし、これは古風な表現で現在においてはほとんど用いられない。なお、現在での漢字表記を括弧内に記す。大都市や小都市や村落など規模を問わず基礎自治体を同じ名称で呼ぶ国はヨーロッパに多く見られる。この代表的な国家にはフランスやイタリアなどがある。これらの国家ではパリやミラノのような大都市でも カンヌのような小都市でも、カマンベールのような村落でも、すべて、コンミューン、フツ、コミューミア、コムーネ、イ、コムーネと呼ばれる。イタリアでは、市役所、村、役場のウェブサイトの URI において、コムーネの後に都市名、村落、名学自治体が多い。一般に、首都は特別市として、一市単独で州、道を構成するところも多い。しかし、 首都以外でも過密になり大都市となっている市もある。その中にも特別市として一市単独で州、道を形成するところもある。以下にその例を挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。